にちは、ショーイ、どうも、山桃です。もう挨拶聞いてもらったら分かりますように、現在私めちゃめちゃ元気です。タイトル見てびっくりした方が多いかとは思いますが、数日前に起こった私の話を聞いてください。まあでもなんかもう全然見て分かるようにほんまに元気やから、マジでもう心配しないでください。なんでこの話をしようかと思ったかと言いますと、ちょっと女性特有の生理についてのお話につながりますので、まあ、女の子は特に聞いてってもらえたらなと思います。まあ雑談なんか作業用的な感じで聞いてもらえたらと思います。あれは日曜日のことでした。まあ朝起きてベッドの上でゴロゴロしておりまして、そしたらもう急激にお腹が痛くなってきて、引っ越したての時に死にかけたみたいなお話をね動画上げたと思うんやけど、もうその時のお腹の痛みのほんまにもう10倍ぐらい、あの時でさえもすごいしんどかったのに、なんかもう今回は本当にもう死ぬかと思うぐらいもうお腹が痛くって、これは下手しい手術せなあかんかもしらんっていうぐらいのお腹の痛みがやってきまして、お腹痛いし便も出したいから、とりあえずトイレに行ってこう便座に座ってたら、もう血の気がねこうさーっと引いていく感覚、もうあの貧血起こる前のあの感覚で、プラス吐き気もあって、もう便座にじっと座ってられへんかったんよ。こう出したいけど出せないみたいなのもあって、もう座っててもしんどい、歩くのもお腹に響いてめちゃめちゃ痛くてもう歩けないし、こうベッドの上でこう楽な体勢を探すんやけど、もう楽な体勢がなくって、時間が経つにつれてちょっとは収まってくるかなとは思ったんやけど、時間が経つにつれてどんどん痛みがひどくなっていってて、それに加え私一人暮らしやし、東京へもここ最近引っ越してきたばっかりで、こう気軽に誰か呼べる人もおらんくて、私このまま意識失ったら発見されるの何日後と思っちゃって、その不安感がさらにこう痛みを駆り立てんのよね。お腹痛い、ここで倒れてしまったら誰も助けてくれない、どん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 変な汗とかも出てくるわけよ。本当私今まで救急車にねお世話になったこともないし、大きい病気にねありがたいことになったこともなかったから、もうなんかどうしたらいいんか本当に分からなかったんやけど、もうお腹痛いっていうだけやけど、もう電話していいんかなっていう思いもありながらもね、救急車に電話して、まあ、出ていただいて、そしてまあ本当に初めての経験なんですけれども、まあね、わざわざ担架みたいなねものに乗せていただいて、こう救急車の中にえいやってこう入れていただいて、でまあお腹の痛みはどうですかとかそういうのね優しく聞いてくださったんやけど、もうだから一瞬お腹の痛みを忘れるぐらいの衝撃やった。ほんと救急車運ばれていったっていうのが、そういうねあの出来事がこの間の日曜日にありまして、そんな腹痛の原因は何なのかと言いますと、まあ、結果を言えば生理痛でございます。まあ、冒頭で生理についてって言ってたから、もう察してた方もたくさんいらっしゃると思うんやけど、生理痛でした。でもその時に私生理が来てなかったんよね。1週間ぐらい遅れてて、その生理前にお腹痛くなるっていうことが本当にもうたまにぐらいしかなくて、それもめちゃめちゃ軽いような生理痛やったから、私的にこのお腹の痛みが生理痛っていう考えはもうその時は本当にゼロやったよね。ちょっとね、冬やからと思って鍋を外に放置しとったんよ。12時間ぐらい外に放置してて、それを食べたから、もしかして、なんか当たったんかなとか思ったんやけど、でも当たったら、前回引っ越したての時にね、なったみたいに、もう下痢して吐いて、はい、治りましたってなるやろうなぁとは思ってたんやけど、そういうのもなかったから、もう私これ手術せにゃいかんぐらいの何かがあるんかもしらんってその時は思ってて、でまあいろいろ検査をしていただいて、まあ、血液検査とかなんかこの機械に入る CT なんか機械に入るやつとかも検査をしていただいて、本当に私異常がなかったよね。異常ないですって言っていただいて、じゃ子宮をこうギュッてされたような痛みもあったから、内科的なものなのか婦人科的なものなのかっていうのをまず判断できひんかったよね。とりあえず内科的に見ていただいて、その後婦人科で見ていただいたところ、生理痛でほぼ間違いないだろうということでですね、まあ、ほんまに死にそうなぐらいお腹が痛かったのは生理痛だったんですね。いや生理痛で救急車運ばれるぐらいお腹痛くなるって、
私はないと思ってて、生理痛は毎回あるから痛み止めの薬は飲んでるような感じやったんだけど、今回まあ1週間遅れてて、ちょっと冷えとかが原因で血が詰まっちゃってたのがこうお腹の痛みに来たのかなみたいな、そういう感じだったので、本当にねこれを見ているちょっと私生理が重いんだよなっていう女性の方は、本当に早めに婦人科で見てもらった方がいい。私も散々ねもう言っていただいてたよ、みんなに一回婦人科で見てもらった方がいいよ、なんかお薬とかもらったら症状も軽くなるよって言っていただいてたから、あ、行かないといけないなとは思ってたけど、忙しさを理由になかなか病院って後回しにしちゃうタイプで、で結果こんなことになってしまったので、病院行ってで自分はどういうタイプなのかとか、どういう症状なのか、じゃあどういう薬をいただいたらいいのかっていうのをね、しっかり先生とお話しして自分に合った生理との向き合い方っていうのをしていかないと、もういきなりびっくりするぐらいのお腹の痛みがやってくる、まあ、日曜日やったからね緊急で見てもらったみたいなもんやから、月曜日産婦人科行ってしっかり見てもらおうと思って、次の日産婦人科行ってで見ていただいて、低用量ピルという薬をいただくか漢方を飲んでいく方法もありますよっていう病院だったので、やっぱり冷えとかを改善したいのもあったから、私は漢方をいただいて今現在漢方を飲んでおります。はい、というわけでね、まあ、今回ちょっとあ重いなって思うような生理でございまして、ちょっと月曜日動画も休んでしまいまして、本当申し訳ございませんでした。いや本当に原因不明の何か痛みなのかなって思ってたから、ちょっと生理痛って聞いて本当にホッとしたんやけど、本当にね救急車とかで運ばれるぐらい痛くなる前にやっぱりしっかりと自分の体について知っておくっていうのは本当に大事なことだなと今回改めて思ったので、がまあみんなにもこれを機にちょっと後回しにしてたけど病院行こうかなとか思ってもらえたらねいいかなと思います。もうだって二度とあんな痛い思いしたくないもんっていうぐらい痛かった。特に一人暮らしの方はね、もうこのまま一人で倒れたらどうしようとかいうそっちの不安もあるから、と大事に至る前に何か対策をしておけるんだったら絶対対策しておいた方がいいし、生理が重い方は一度病院行ってみて自分に合った薬もらったり生理の症状を軽くしてもらったりとかねしてもらえたらなと思います。まあ私漢方を飲み始めてまだ数日やから全然効果とかのお話はできないんやけど、私はピル飲んでてこうだよとか漢方飲んでてこうだよっていうねもう経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。なんかコメント欄も含めてちょっと何かをね得られる動画になっていたらなと思います。はい、というわけでちょっと12月後半にかけてたくさん動画を出していけたらなと思いますので頑張ります。みんなも無理なく頑張っていきましょう。残りの2019年も楽しみましょい。今日も見ていただきありがとうございました。 Twitter、Instagram のフォローもお待ちしております。それじゃあみんなバイバーイ。